はい、皆さんこんにちは。チャオツー MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG アリーナスタンダード戦っていく動画を配信しております。はい、今回使うのはゴルガリルーツですね。何ですかルーツっていう話ですが、まああれですね、ルートって根ですね。まあ、ルートンとか平方根とか言いますけど、まあ、この陰湿な根がまあ非常に流行っていた、とは思うんですが、まあ、今回ゴルガリカラーで使っていこうじゃないかというところです。はい。まあ、まずこの根のおさらいですね。まあ、コントロールして全てのクリーチャートークンですね。自分のトークンね。は、まあ、好きな色1点、まだ加えるっていう能力を持つという感じです。で、まあ、その後がね、重要。1枚以上のクリーチャーカードがあなたの墓地を離れるたび。で、緑の01植物クリーチャートークン1体生成。で、その後、あなたがコントロールしている各植物の上にプラ11を置くっていう感じなんですが、まあ、これがね、非常に強いんですよね。はい。まあ、おなじみタイバーですね。タイバーのマイナス2効果が強い。カードを3枚切削。で、その後、墓地にあるマナ、総量2以下のクリーチャー1体出すっていう。これをやるとですね、まあ、墓地からクリーチャーが出るんだが、まあ、それって墓地から離れるよねっていうことで、陰湿な根の効果が働くと。で、根っこがうじゃうじゃ出てくるわけですね。で、あとはですね、こういう、墓地からっていうのがある。これ、墓地にあるこれを追放すると、クリーチャー1体対象としてプラ1、1カウント置くっていうやつですね。とか、あとはですね、ここら辺か、1マナ剣。これも墓地にあるこいつを追放すると、カード1枚引き1枚ライフ。これ、墓地から追放も、墓地から離れるっていうことなんで、陰湿な根がね、発動するんですよね。墓地から手札、墓地から追放、墓地から場、みたいな、まあそういった時に発動するわけですね。で、あとはアンデッドの執事とかもね、これ非常に強い。切削、場に出た時3枚切削。ね、こいつが死亡した時、これ追放していい。そうすると墓地にあるクリーチャーカード1枚手札に戻す。でつまり、アンデッドの執事分と、ハンドに戻す1枚で計2体根っこが出てきます。あとはしつこい負け犬もまあ黒で強いですよね。これ奇襲で墓地から唱えられると。で離れますねっていう根っこが回ります。コケモリの戦慄騎も死亡した時にですね、まあ、次のターン終了時まで墓地にあるこれを唱えていいっていうことなので、まあ、墓地からですね出来事が追放領域に行くので、まあ非常に強いですね。で、ここら辺をね、ぐるぐる回して、戦うっていうデッキです。で、まああとはね、全軍突撃か。まあ情報で墓地に落とすっていうのもそうだし、まあクリンチャープレンズウォーカー、まあこれ、除去ですね。除去と情報で強いっていうのもありますし、あとは、滅殺の眼差しで、これ、クリーチャー一体生贄に捧げるっていうのがあるんですが、まあ、自分のクリーチャー生贄に捧げて、こういうやつですね。これ、墓地から唱えるっていうのが、まあ、非常に強い、ぐるぐるもあります。で、あとはね、まあ、ディックスの命令なんかも入れています。ちょっとね、強いクリーチャー相手出てきたとき、ちょっと対処難しいなっていうのと、あとね、まあ、地味に相手に先行で多展開されちゃった場合、で、ちょっと形勢逆転が難しいかなっていう時でも、まあ、リックスの命令で、回避できるかなっていうところで採用しています。で、まあ、カード最大2枚、墓地にあるクリーチャー、手札に戻すっていうのも、陰湿な根と、まあ、シナジーがあると。シナジー。まあ、全部シナジー、陰湿な根を中心に、シナジー組んでるデッキとなります。まあ、それでは早速やっていこうと思います。はい。よろしくお願いいたします。そうですね。27。まあ、ちょっと中の下ぐらいかな。ちょっとあれだな。微妙ですね。なんとも言えない感じです。お、よろしくと言われました。よろしく。あ、これはあれですね。イクサーリが1手目出てきたら、ゴルガリじゃねえや。グルール恐竜ですね。グルールダイナソーの可能性が非常に高いです。まあ、マナクリ並べて、巨大なクリーチャーがバシバシ出てくると、思った方がいいかもですね。なので、こういう、滅殺の眼差しとかですね。これもですね。
滅殺のそう眼差しとかを恐竜でかい恐竜に取っておくっていうところをですね、うん、考えた方がいいですね。あれですね、まあ、何でもかんでもウィニーのクリーチャーに使うんではなくて、まあ、こういった恐竜ですね、恐竜とかそういうアーキタイプっていうんですかね、そのデッキのタイプを見極めて、あれ絶対入ってるだろうっていうのに残しておくのがいいですね。はい、ドラコサウルス出てきた。これは止めなきゃダメですね。滅殺の眼差しやるしかないですね。うん。これね、滅殺の眼差しでアンデッドの羊やると、これあれなんだよね。あ、まず、だからあれだ、陰湿な根を張りますか。陰湿な根を張ると。で、はい。で、アンデッドの羊を滅殺の眼差しのコスト、追加コストで生贄に捧げますね。はい。滅殺の眼差し間違いないようにしないとダメですね。これはい。で、アンデッドの羊を生贄に捧げます。で、これが墓地に落ちると、これね、効果。追放してもよいと。そうすると、墓地かクリーチャー1体、手札に戻せと。そうすると、羊で、羊が墓地から離れる。で、羊の効果で、手札に持ってきたやつも離れる。ことで、これ、陰湿な根、まあ、ね、根っこがね、2個出てくるんですよね。これ。これだから、ダブルでお得っていう感じなんですよね。うん。まあ、こいつはね、3、2だから、まあ、まだいいか。あ、ドラコサウルス戻りましたね、これ。これあれですね。そう、追放。違うと、追放して、備えていいっていう。うん、これね、ちょっとやばいよね。滅殺の眼差しで、でもやりたいけど、戻っちゃったから、滅殺をもうちょっと早くやったきゃよかったな。か。対殺剣。これ犬殺犬って読んじゃう。うん、さあ、これで、パワーが2か。情報しますか。はい。これも、いらない。はい。いや、待てよ。いらない。はい。これでね、どうしようね。難しい。攻撃しないでいこう。でドラコサウルスが、インスタでもう一手、そうですよね。さあ、恐竜が強くなりました。これ、5-2なんだけど、まあ、相打ち取った方が良さそうだよな。これ、今後、でかいクリーチャーが出ると、やっぱりそのパワーになっちゃうんで、まあ、非常に厄介というところでブロックしましょう。うん。おぉ、アンデッドの羊出てきた。さあ、これはやばいっすよ。これまた滅殺の眼差しで、ドラコサウルスやっちゃうか。はい。で、滅殺の眼差しで、追加コストでアンデッドの羊。はい。これですね。はい。で、実行します。で、そうすると根がダブルで発動します。だからアンデッドの羊で2個だ。よし、勝った。ありがとうございます。投了もらった。はい、よろしくお願いします。さまなって、お、てかあれこれあれですね。陰湿な根とアンデッドの羊。滅殺の眼差し。これ、あれですね。王道の、王道の3枚ですね、これ。ハンドが良すぎる。これはやばいぞ。うん。これはね、まあ、さっきも、これ、あったんですけど、うん。滅殺の眼差しのコストでアンデッドの羊を生贄に捧げると。ね、そうすると、こいつ墓地に落ちた時に、まあ、あれですね、こいつ追放すると、陰湿な根からの方が良かったかな。そうなんですよね。これ陰湿な根張りますと。で、そうすると、羊を追放して、で、墓地からハンド、に1枚、クリーチャーカード戻すと。で、そうすると根がね、また出るんですよね。非常に強いですね。タップ状態で入って青だから。
青タップ状態で、青だから今のうちにカウンターがないようにですね、早いうちに根を張っておきましょうというところで、進めていると。これちょっとあれかな、もしかしたら嫌な予感すんな。これアザリウスカラーで、まあ結構カウンターもそうなんだけど、全体除去も結構入ってる可能性があるなっていうところで、ちょっとね、念を出しすぎるのもちょっとあれかな、厳しいかもしれないですね。あ、アンデッドの羊見られてますね。さあ、相手はどうなんだろう。まだドローするか。ねえ、根を出したいんですけどねーつって。ダジャレじゃないですけど。ダジャレじゃないですけどねー。まあ、根をね、出していきたいんですよね。うん、あー、どうしよう。アンデッドの羊もう一発、ちょっと辛いか、それは。全体除去が怖いんだよね。うん。まあ、柳の霊をバンプアップします。はい。もういっか、行っちゃおう。でも除去られてもアンデッドの羊でこれまた戻せるんだよね、追放し。よし、全体除去はないか、あるか。てか太陽効果が一番やばいな。でもあー、うん、大軍たち危ねー。これ思ったんですけど、なんか全体除去って、まあ、集団失踪とかまあね、考えてたんですけど、そう、太陽効果が一番やばいな、そういえば。追放だからな。追放だからアンデッドの羊とか、多分もうやばいっすね。あ、でも危なかったです。大軍対峙でよかった、本当に。伝説なね。あ、てか太陽効果は、そか、バカラ追放だもん、確か、ね。そもそも墓地を経由しないで。はい。これはやばいっす。陰湿な根が大量に。これまたね、これまた全体除去や2枚目とか固まってるケースとかたまにあるからな。うん、まあ、除去で大軍退治2枚で、とか、あ、集団失踪か、太陽効果じゃない。うん、オッケーオッケー、よし、インスタネをダブルで、ダブルで貼りました。さあ、どうするか。とりあえずまた多点化しますか、もう。相手6ですからね。で、相手の、まあ、ドロー次第でっていうところもあるんで、まあ、早めにこの3点分ですね。2回クロップしたいやんっていうところで先出しですね。テフェリー。テフェリーなんだっけ、はい。まあ、発展か残り。滅殺のまざしで、テフェリーやっとくか。どうするか。まあ、悩ましいですね。タップ状態。あれだな、手順ミスったかも。これ先にテフェリーの夢泥棒をこう落として、でドローした後にパンプアップすればよかったんだ。これな。手順をミスってしまった。これはな。はい、で残り6点。てかまた全体除去あったらやだな。これ勝てるか。なかったら罪だな、多分。うん、なかったら投了ゲットじゃないか。グッドゲームもらった。よし、勝った。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今な、うん、ちょっと重たいかな。陰湿な根が欲しいけど、とりあえずコケモリの旋律騎士でドローしながらって感じか。それか鉄くずくらいか。両方ともあれなんだよな、これ。両方とも2枚以上ないとタップ状態で出ちゃうっていう土地だんで、まあ、ちょっと遅い。うん。あ、遅いね。夢泥棒を展開して、まあ、一旦、あ、羊。羊一旦置いとこうか。
まあ、ちょっとね、そのデミアなんで、ちょっとあれなんだよな。あの、助教がある。うん、あるね、やっぱり。で、助教があるんですよね。なんで、まあちょっと、アンデッドの羊とかを出しつつ、で、ポケモンの戦慄騎士とかもそうですけど、あ、土地が3枚落ちた。要は、ちょっと弱いんだけど、まあ弱くはないか。うん。これ、まあ墓地から回収できるよっていうクリーチャーですよね。で、あ、コケボリの戦慄騎士とかも、これあれなんですよね。死亡したら、また出来事として使えますから、まあ何度でも蘇るよと。はい。まあ、というところでですね、まあ助教のリソースを使わせよう。っていうところがありますね、一つ。うん。まあ、ディミニアだと多分、あれなんだよな。まあ、傾向ですよ。傾向ですけど、まあ、助長を入れつつ、まあ、青黒のなんか、強クリーチャー、ディミニアってマジで強いですからね。強クリーチャーとかを、まあ、なんだろうな、並べつつっていうところかな。攻めてくると思うんですよね。陰湿な根が出せねえんだよ。なんで、まあ、ちょっと攻めつつ、ちまちまと。で、助教、こっち側の助教は大切に取っておきつつっていうところで、まあ、滅殺のね、眼差し、プリンズウォーカーもいけるしね。うん。結構怖くなってくる。こう、5マナ圏ぐらいになってくると、結構怖くなってきますね。うん。ああ、やばい。地味に口なしか。証拠収集6。すべてのクリーチャー破壊する。これ強いよな、これ。ごまなで、まあ、太陽効果よりは弱いかも。だけど、証拠収集6やると全部追放するから。まあ、アンデッドの羊が落ちたんだよな。落ちたね。はい。死にに口なしな、これ強いよな。ね、これ。度数のカードを引くんだよな。これ沼。陰湿なね、先にやっときますか、これ。これ打ち消されると嫌ですからね、これ。はい。で、コケモリの戦慄騎士を出しました。これでまあ、あとはちょこちょこ殴りつつっていうところなんですが、まあ、助長されても、まあ、戻ってきますと。で、その時に、まあ、陰湿な根がね、発動するんで、まあ、根っこも出てくるんですよね。だから相手は、まあ、非常に除去しづらいんじゃないかなって思います。しずきカイトですね。忍者出します。で、このターンは最初フェーズアウトじゃないか？そうだよね。フェーズアウトなんで、まあ、ね、除去で滅殺眼差しとかできないんですよね。これがまあ結構厄介なんだよな。というところで、まあ、スピリットトークンを、まあ、出して、そうだな。まあ、普通に、陰湿な根で根っこを出しますか。ドローで。はい。まあね、結構ちまちましてるデッキなんですよ、こっちは。根っこは。うん、なんでね、まあ、これだっていう、そのキーカードっていうよりかは、まあ、全体的に、まあ、キーカードは陰湿な根か。まあ、だから陰湿な根を、まあ、カウンターすると、まあ、結構動きづらいっていうのはありますね。ただ、陰湿な根がね、通っちゃうと、こうやってね、まあ、わらわら出てくるんで、まあ、嫌ですよ。ターゲン打ちを突破。こっちはね、墓地超えるからいいんですけど、墓地15枚。うわぁ、ディックスの命令が落ちたか。相手は、チェイスか。はい、ちょっとあれですね、ジェイスと多元宇宙でちょっと LO 気味ですね、これ。ライブラリーアウト、残りライブラリー27枚か。これあれですよね、中性度カウンターの数だけLO させるっていう、ライブラリーを削るっていうやつがあるんですけど、マイナス2効果、マイナス X なんだよ。だからマイナス5あれば、3、5、15で15枚削れるんですよね。なんで、まあ、ハンドに、チェイスとかが2枚、1枚あれば、1枚2枚あると、まあ、15枚15枚って削れると。多元宇宙の突破とかでもやられちゃうと。まあ、非常に、
ね、強いっすよね。ディミア LO。うん、まあでも、結構盤面ガラ空きなんで、あれですね、ジェイスは3点。で、カイトも2点。で、タイバーは、やるか、これ。タイバー殴っとくか、これ。次3点だな、コケモリで。タイバーね、殴っても意味ないような気がするんだよな。まあ、アンタップ効果はあるんですけれども、こっち、そう、テーマナケンのために入れてるようなもん。テーマナケンのクリーチャーをその切削して、墓地から出すっていう。ただ相手はそのテーマナケンのクリーチャーもないから、まあ果たしてタイバーの使い道とはという状況になると。ちょっと怖いよな。ここら辺マナが結構豊富になってきたんでね。うん。ヒレツグ帰りか。これ飛行なんだけど、まあ飛行だけどね、そんなに、バシャバシャ言ってるな。ヒレツグそんなに怖くないかな。滅殺の眼差しで、うん。まあ、生贄に捧げて、まあ、コケモリの戦慄騎士をぐるぐる回すっていう。うん。まあ、そうだな。はい、うわ、ジェイス2号。これやばいぞ。ライブラ22。あ、完成化で出してるから、中精度コンタ3なんですね。3、サザンが9。あ、ライブラリーアウトじゃなかったですね。マイナス効果ですね。さあ、どうするか。とりあえず、しつこい負け犬、どうしようかな。とりあえず、滅殺の眼差しで、ジェイスは、ちょっと、今、フルタップだよな。うん。フルタップなんで、ライブラリーアウトが非常に怖いので、まあ、とりあえず、うん、スピリットを生贄に捧げて、ジェイスは除去。うん、非常にライブラリーの音が怖いです。うん、はい。さあ、しつこい負け犬を出しました。で、はい、勝ちました。ありがとうございます。投了もらいました。ありがとうございます。